って嬉しい、とても素敵な朝だね。おはよう。ちょっと前まで知らない人が友達になっている。今日も何か始まりそうさ。おはよう、おはよう、おはよう。始まるパンパンパン。皆さん大丈夫って聞いてみましょう。大丈夫、大丈夫です。大丈夫なのかい。ズボン。好きな色はって書いてあるんですけど、これね、これ取るとオレンジとピンク。バスケ、バネキレ、リアクション、バスケ、これだ、ショッケロー。残念残念残念。柴田愛子さん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、柴田愛子と言います。保育の世界入ってね、私もう52年も経ってるのよ。すごくない？いや、拍手はいいけど。それで、いやー、飽きないの。まだいくらやってもね、子供っていつも新しいよね。いろいろ勉強したけど、どれも大人の意見だった。子供にどう育ってほしいかという大人の願いだった。社会が、先生が、両親が。ちょっと待って、私最初、赤ちゃんが自ら大きくなっていくとこに感動したんだったよね。雨に濡れないために帽子のようにしてるって思ってたのよ。だこうやって走ると何なのって言ったらね、雨の音が聞こえるよって。そう言って、コウタが僕の肩をどついた。僕は尻もちをついた。泣いた。悔しかった。ハッピー、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 ハッピーチルドレン。ハッピー、ハッピーチルドレン。寂しがりは誰？アリンコ、アリンコ、お散歩、ちゃちゃちゃ。歌作りコーナーがやってまいりました。いつまでも続いて、いつまでも続けよう。あ、いいね、さすがだね。浜松、うなぎが待っている。あ、いいね、餃子、二番餃子だね。そうだ。浜松餃子が待っている。浜松保育セミナー。抹茶のアイス、これは抹茶失礼。長野さんのダジャレだ、花つまめ。ラララ、虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。